ローレン・グレアムはアメリカ合衆国の女優。ハーイ州ホノルル出身。ハーイ州ホノルルで生まれ、北バージニアで育つ。両親はアイルランド系アメリカ人。コロンビア大学バーナード・カレッジで英語学を専攻。その後、南メソジスト大学で演技を学んだ。1995年に女優デビュー。2000年放送開始のテレビシリーズ。 ギルモアガールズで注目を集め、ゴールデングローブ賞や全米映画俳優組合賞にノミネートされた。2009年にはミュージカル、ガイズドールズに出演し、ブロードウェイデビューを果たした。彼女のご父母が宣教師として日本に渡ったことから、ローレン・グレアムの母親は日本語を話すことができ、自身も乳児の頃に日本に住んでいたことがある。トーク番組。 サレートショーウィズスティーブン・コルベアにゲスト出演した際に日本語のへそという単語を司会のスティーブン・コルベアに教えた。過去に俳優のマジューペリーと交際していたことがある。2010年より俳優のピーター・クラウスと交際している。ありがとうございます。